竹名さん、山岸さんが300人お客様達成された秘訣は何ですか？俺びっくりしたね。すごいよマジで。俺さ、正直ね、お金出したことも忘れてない。1000万よ。だってお前知ってるでしょ。俺はよくあ、あ、そう、あのお会いしてた。僕まだジムに行ってないんですよ、1回も。そうそう。自分が出資したところのジム行ってないって。でもいや、だから結局は口出さない方がいいね。もうお金を出したら、はい、もう全部任せる、うん、これが徹底一番重要なこと、うん、そう。俺最初の頃さ、起業の当初ね、うん、なんか美容院とかさ、エステとかやって口出してたじゃん、うん、すごいダメだった。あれ超出してた。そうだ、最初はまあ俺のちょっとイメージみたいなのは口出すけど、あんまり出しちゃいけない、うん、で彼女たちの好きなようにやらせば伸びてくるの、うん、そうで、ごめん、山岸さんの話戻ると、山岸さんのジムがサブスクで儲かってる。これ言っていいの？いいんじゃない。いいよね、いいよね。簡易だからね、うん、やめないんです、うんうん、結局はやめないっていうところがすごい強いんです。これ何かっていうと、はいはいはい、最初の、100人はいくらだっけ、安いんだよね、4000円とか、とか最初の100人は4000円なんです、うん、で101人から200人は、6000円ぐらいなんです、うん、で201人から300人が8000円なんです。どんどん高なってる、ね、そう、うん、だから最初の200人絶対やめない。確かに。でまた最終的に1万円で最後のキャップなんだね、うんうん、そう。そうするとこのモデルって、確かにすごいよな。そう、みんな絶対やめないっていうサブスクモデル、うんうん、これも実は僕が言ったよね。あれ、僕は逆か、使えば花、あの下がって、逆だね、逆だね、その逆バージョンで山岸さん考え、うん、逆らったってことだね。逆らったね。Do you find it hard to keep learning? What about if it was as easy as watching Netflix? URU is the best online business school in Japan. We employ professionals in each field of study to provide you with skills you can start using tomorrow. We look forward to meeting you all. See you in the class!